本当に飛ばない。いや、今のは飛んだ。やばい。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回は週刊ウルトラセブンポインターを作る21号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのポインターの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。よいしょ。今回は4分の1。まあまあパーツ数、点数的にはあるかなーって感じですね。ただ軽いです。チャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。それではポインター作る21号早速作っていきます。頑張っていきましょい。マガジンの紹介もしておきます。エピソードガイドは第10話怪しい隣人1。なんか入っていったやつですね。それからフォトギャラリーがクール星人です。解説動画もサブチャンネルで出してますのでよろしくお願いします。今回はダミーエンジンを組み立てる2ということでヘッドカバーとダイナモって書いてあります。20号で組み立てたダミーエンジンヘッドにヘッドカバーを取り付ける。とても小さなパーツが多数あるよ。両面テープを活用して紛失しないように注意して作業しましょうということです。パーツはちょっとバラバラ。ちっちゃいパーツあるな。これが名前書いてないか。なんかカバーっぽいな。カバーっぽいのが2つ。全部 ABS です。トンネル、土管みたいなトンネル、ちっちゃいやつ、マンホールみたいなやつが2つ。これが16個。ちっちゃいのが16個あるみたいです。これがヘッドカバーボルト、ボルトですね。これをニッパーで切ります。で、マスキングテープでなくさないように、よいしょ、丸くして、よいしょ、貼り付けて、そしたらまずこれを切り取ります。上はこっちのランナーギリギリのところをカットするんだね。まず横はどこでもいいのでカット。上はいや違うな。ちょっとこの絵は違って、ここのボルトギリギリで切ってますね。ボルトギリで切ります。なのでこのボルトの形で切ります。パチン。全部切ったらバキバキバキ。はい、取れました。そんでこのボルトにビヨーンってこっちに、飛び出てる、突き出てるんだけど、ピンが上に向くようにここに貼り付けます。はあ、ちょっと短かった足りない。そしたらここでカッターを使って切り離す。なるほど。じゃあデザインナイフで切り離していきます。ちょっと足りなかった。あれ？また足りなくなった。はい、じゃあここでカットしていきます。あ、結構簡単に切れるわ。何個使うんだろう。全部いらないんじゃない？ 2、4、6、12個ぐらいでいいかな。あ、16個いるっぽい。2、4、6、8、12、14。あ、全部いるっぽい。予備なしです。紛失にご注意。そしたら、これとこれに、L と、ここに L と、ここに R って書いてあります。こっちが L で、こっちが R。で、裏返して、ABS 用の、トムキャットさんが送ってくれたんですけど、ABS 用のこの接着剤をこっちから、これ細い剣ちょうどいい、これをピッピッとつけていきます。わあ、ぴったりだこれ。よし、そしたらこれを刺します。あ、違うわ、こっちからか。こっちから刺していきます。ピッ。一応ね、なんか爪楊枝に両面テープを貼って、でこうやって持ってるけど、まあ私は飛ばないピンセットを持ってますので、この飛ばないピンセットめっちゃおすすめです。ほうじ、わからん。これです。PP の102。これね、めっちゃおすすめ。本当に飛ばない。ああ。いや、今のは飛んだ。やばい。ちょっと、後で探します。本当に気をつけましょう。予備ないからね。飛ばないけど、ちゃんとつかまんと落ちるよっていう。はい、8個全部入れまして、こんな感じです。いや、これ予備ないのきついな。じゃあこっちも同じようにやっていきます。後ろにつけて前から刺す。ちょっと時間かかりましたけど、7個刺しました。もう1個ちょっと後で探します。ちょっと残念ながらですね、ここ見つけられませんでした。ムカデの足が1本なくなっちゃいました。またいつか出てくるかもしれないんですけど、ちょっとなしでいきます。ガーン。それではヘッドカバーとダイナモを取り付けていきます。まずこれなんかカメラみたいのを手前にして、 L の方をここにつけます。この棒が下かな、棒を下にしてこうつけます。おっとっと、接着で R の方を棒を下にしてここに接着します。ああ、取れた。あれ、2個取れてる。はい、じゃあここに塗って装着。はい、じゃあこれ置いといて、この土管みたいなやつにこれが丸でこっちはなんかオウムみたいな、こっちのどっちかな、オウムみたいな方にこのタイヤのホイールみたいなやつをここにつけます。接着、なんかスープ入れるポットみたいになった。そしたらここに穴が開いちゃって、ここにこのちっちゃいやつを角つけます。これ、あれ出なくなった。あれ出ない。丸いポチってしてるやつがあるんだけど、丸いポチは後ろにしてこうはめます。角ができた。そしたら反対側に向きないかな、向きなしでここにつけます。できたらこのカメラを奥にして、ここの2つに角はこっち側でいいのかな、角がここに来てるね。ここですね。はい、今日接着だらけ。よし、これ拭いて毎回拭くのかな。トムキャットさんありがとうございました。ちょっと使いやすかった。あ、使い方がよくわからんけど。はい、ということで完成。ダミーエンジンのカバーです。ちょっと黒が入ってしっかりした感じになっております。はい、こうかな。お、飛んでいきそう。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。結局なくなっちゃってるのがここなんですけど、もし見つけたらここにポチッとつけたいと思います。それでは次回のポインターは22号ラジエーターとバッテリーの取り付けとなっております。なんかバリアのポインターにバリアしてる写真とかあるみたいです。はい、お楽しみに。それではポインターを作るの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そして探索ではしょっちゅう模型作りの生配信をしています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか？探索団はあなたの入団を所要。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。またね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレイムです。今回も探索の動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。